そうですね、ウイレー10年以上やってきているので、まあ、それに相手が年下、まあ、後輩ということで、まあ、絶対負けないと思うので、まあ、本当に絶対勝ちます。まあ、いつも俊輝君には勝ってるんで、まあ、僕もいつも通り勝とうと思います。あります。この模様を埼玉スタジアム200によりお届けしてまいります。シーンを見てこれ実際ですね。選手が入場をしてきました。マルシオ・リシャルです。
げろ平川牧野中央駆け上がっていく阿部ここで笛前半が終わりました。ゲームプレイいきます。浦和先制して前半終わりました。この大切ですけど、チャンスがあったらもう一本下げるという試合展開になるんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。さあ、この試合は後半展開していくのでしょうか。浦和1対0とリードしています。嘘でしょ。やばい。俺いや、タクエが 65% ってことはお前相当やばいからいつもお前タクエ 65% だから。そうですよ。ひどい。シュート1本ひどすぎっすよ。